Thank you.
任せる。 なんだよ、こりゃ。神の情報が漏れてるんだわ。この空間を構成する情報そのものが変質しているの。エッグに何かあったのかもしれない。これも神のなせる技か。神とはどういうものなんだ。よくわからないわ。とても大きな存在としか。 話すと言っても普通とはまるで違うの。私はただ包まれて感じるだけ。それが対話だと。私たちみたいな明確な意思があるのかもわからないけど。マジですか？そんなんで説得とかできんのかよ。でも 神が世界を消そうとしていることと、人がこれまで生きてきたことは無関係じゃないと思うの。私たちが何か大切なことに気づいていないから。呆れられた。そこに神の意思と交渉の余地を感じるというわけか。お得意の 理解不能だ。はどうしたんだ、ブラザー。やけに素直じゃねえの。理解できないことを感じるしかない。あいつらの死を無駄にしないためにもな。
Thank you.
待っていた。ヒート。俺は最強の力を手に入れた。あとはお前を食らうだけだ。ごめんなさい、ヒート。あなたをこんなに苦しめて。それが望みなら私を食べて。でもその前に神と話をさせて。神は俺だ。そうじゃなくて。もういい、セラ。そうだな、ゆっくり話そうや、ブラザー。お前さん好みの方法でさ、行くぞ。
セラの命をつないできたミスが君を救った。起きられるはずだよ。そのまま神に帰ってしまえば楽かもしれないね。でもエニシを結んだ人たちへの責任を果たさなくちゃいけないはずだ。私はシュレディンガー。この世界には存在を表す言葉が必要だから、そう名乗っておくよ。この世の全ては情報によって成立している。その点は人も君も僕もこの世界だって同じさ。神はその資源であり執着点、輪廻の輪そのものだ。悟りとはそれを理解した先に見えるもの。何が一番大切かを感じることなんだ。そのために世界があり君がいる。今は理解できなくなる。さて今は君が知りたいことを見せてあげよう。いつまでこんな実験に手を貸すつもりだ。あんな店に使ってなければ生きることすらできない子供を。だからお前は僕に勝てない。人の道とやらにとらわれて真の偉業を成した奴がいるか。人が知りたければ腹を裂く、心が知りたければ心を壊す、そうやって科学はここまで来た。よく頑張ったね。10分お話できたらお船に乗せてくれるんでしょ。約束だからね。あのお兄ちゃん怖い。本物そっくりの仮想空間ですって。我々も知らぬ間に19号が作っていました。完璧な仮想自我を持つ人格プログラムすら。おままごとの箱庭ですよ。くだらない干渉と G の産物だ。ヘドが出る。素晴らしい。早速利用プランを練らせよう。待ってください。あの子のストレスはもう限界まで来てるんだ。老化速度もどんどん速くなってる。これ以上負担をかけるべきじゃない。どうなのかね。問題ありませんよ、ベック大佐。サンサーラのデータ循環システムにエラー発生。コード8081454、ステージ2から5、ダウンします。脳波形に異常値。これ以上は危険です。まだ耐えられるはずだ。
活性剤投与。聞こえるかい、セラ。もう少しの辛抱だ。もうたくさんだ。今さら綺麗事を言うなよ。お前だって神を知りたくてこのプロジェクトに参加したはずだ。セラが死ねば次の子供、次の子供が死ねばその次の子供に変わるだけだ。お互い無駄なことに労力を使うのはやめにしないか。僕はお前を買っているんだ。まったく大したやつだよ。どんな人間の心も好き勝手に操れると思うな。そうでもないさ。簡単だろ。どこを押せばどうなるか。人間の心なんてこいつと同じだ。僕は神の力を手に入れる。みんな道具だ。彼女の悲しみが神を狂わせた。溢れ出た情報に侵され悪魔となったあの男は周りのものを食い散らし、やっとのことで殺された。心を閉ざした。無残な地獄に変えられた楽園と、ただ君たちの夢を見ながら、君たちの人格は確かに彼女が我々に求めたものかもしれない。だが今は違うはずだ。僕に一体何をした？セラ、セラ、どこ？俺たちはもう死んでいるんだ。今はただ情報の循環に身を任せ、時を待つしかない。嘘だ。僕は死んでなどいない。神の力を手に入れたんだぞ。セラ、どこ？さあ、君の縛る亡霊を倒し自由になれ。そしてもう一人の俺を解放してやってくれ。
だ足りねえ。なんだ？兄貴なのか？やはりお前か。お前があの程度で死ぬわけはねえよな。お前なら俺のここがわかるはずだ。決着をつけようぜ。始まりのあの場所でな。させてやろうぜ、思う存分さ。戦うことでしか自分を確認できない者もいる。戦うことが救いになる時もある。行かせてやれ。持ち越しだ。俺はお前にやられたんだ。分かってるな。じゃねえぞ。俺は俺の意志で戦い負けたんだ。悔いはねえ。
いろいろあってさ、機械ぶっ壊れちまったんだ。悪いな、フレット。じゃあ、まだ手があるわ。昔はここからずっと離れた施設で実験をしていたの。その施設が生きていれば。どうやってそこまで行く？もう時間がない。飛行機で行けばギリギリ間に合うと思う。地球を元に戻してもらうわ。直接太陽に乗り込んで説得してみる。そんなことできんのか？自分の情報を送るの、やったことはないけど。帰りはどうする？帰っては来れないわ。だから私一人で行く。私の責任だもの。傷ついた。え？俺の交渉術は当てにされていないらしい。いつもむっつりしてたわりにゃ、密かに自信満々だったってか。へりくつばっかじゃダメダメ。こうノリノリに攻めるのはどうよ。ラテンのリズムっての。怒らせるだけだと思う。なんだ、じゃあどっちが先に神さん落とすか勝負しようぜ。いいだろう。つーわけで俺ら3人の特等席もよろしく。みんなありがとう。
はい、お前さんはここまで。なんでだよ。他にやることあんだろ。カルマ教会の支配は終わる。意味はわかるな。一つ黙っていたことがある。ジャンクヤードに転生したお前の父を殺したのは俺だ。ロアルドに聞いたよ。でも恨んでなんかないぜ。みんなは大事なことを教えてくれた。俺たちずっと仲間だよな。じゃあ行きますか。でっかい花火ぶち上げにさ。
Yeah.
Thank you.
敵にも耐えて、パ
Thank you.
Thank you.
これ